けおめおめはしたんですけれども、はい、サブでは明けおめということで、はい、2020年一発目ということでちゃんと僕がやらせていただきます。うわーい、ま、本日はですね2021年の抱負を皆さんに述べていただければと思います。来たこれ毎年ねやってるもんね。はい、もう去年全く有言実行しなかったやつがいたんでね、今年はサブでいいことになりました。誰だそれ、100万人登録で言ったんだけど前回さ違う、それはちゃんと俺ら全員ちゃんと努力をした。そうだね、言われることはやった。てめえだよてめえ、マジで本当にやるぞ俺か。お前なんて言ったの俺か今日。免許取るって言いましたね。免許はない。通った？通ってない。いいじゃねえか。やばいのマジ。違う対談です。いや重いね。対談です。メインで言ったのにこう嘘つく人がいるのでね、はい、今年はサブで言わせていただきます。はい、はい、テレビ出たいな。テレビ今年、うん、心霊企画でさテレビ出てみたい。テレビ出ることが抱負かな。今年も終わったよお前は。いや全然まだ。ちなみに免許は どうすんの。免許は取るよそりゃ。なんでそんな威張れんの。取るに決まってるよ。いつまでいつまで、いつまで決めよ。もういつまで決めよ。年末年末。おかしいだろ絶対やんないって。ああ悪い悪い、半年年でしょ。分かった、半年は無理。なんでなんでだよ。なんでまあまあイラついてる。半端よ僕は半年。じゃあ分かった、俺が大人になるわ。シンプルに嘘つきは信用されない。やばいやばい、こんな大学見たことないよね。いやもう本当もう限界よ。もうさすがにファンの人もこっからあの真面目ですからね、はい、皆さんねそういうの期待してる通りね。はい、じゃあ誰いきますか。終わりいこうかな。はい、俺は新しいことに挑戦と環境を変える1年にしたいと思ってます、ね。はい、おお、新しいことっていうのは俺が今までやってなかった仕事まで手を伸ばすとか、はいはいはい、外部の仕事の中でね、うん、はい、とかあとは環境を変えるっていうのもこの家を出るとか、うん、もうさまざまないろんなまた新しい刺激を自分からもらいに行く年です。お、はい、変革の年だ。そう、ただ受けるだけじゃなくて自分から動き出す年ですね。テレビも俺言おうとしたんだ本当は。テレビもそうだし、あと YouTube の広告なんて出れたらいいなって思ったりしますね。メディアの露出を増やしてる、ね、そうそうそう。まあ俺らもう自分からファンクラブ作ってとかってやってるじゃん、はいはい、もうそれ以外のもうさらに外行きたい。なるほど、ね、ああなるほど、ね、関係ない、俺らのこと知らない人まで目の届く位置まで行きたい。うん、はい、と思います。露出していきたいと。そうだね。あ、いいですね。いいね。まあ裏では自分でなんか違う仕事こうやってみたりとかね、こう広げてもらいます。はい、もらいます、はい、なるほどね。そういうのは僕ガンガン頑張りますね。いやー、まあね、いいですね。いいね。まあ正直この2年間ずっと同じっちゃ同じじゃないですか。やってることは俺ら編集して動画アップしてって、まあ基本的には一緒だから、うん、それもやりつつまた違うところに手伸ばして、うん、なるほどね。いや素晴らしい。おー、いいね。いや素晴らしい。はい、なるほどね。なるほどね。新たなことをちゃんとやってなんか増やしたいと、うん、そうですね、はい、声優の仕事をやりたい今年。スーパーのスーパーじゃないよ。あ、アナウンサー。いや、スーパーですね。我々は野球じゃねえ。取り込まれてくる野球じゃねえ。違う。マジの。違う。アニメの声優とかやりたいなっていうと、はい、その声につながるのがラジオとか。ああ。そう。ラジオやってみたいなって。声のお仕事全般的にをやりたい。BC でスタメン取りたいです。確実に。いや、もうこれ悔しくなるんです話すと。いや、いいことだね。肉声が入ってきて動けるし。ってなってくるとやっぱり僕は出れなくなるんですよね、はい、そう。ただ今の現状絶対俺売ってんのにって思う時あるんですよ、うん、ただ出れない現状が今すごい悔しいんですよ。なるほどね。今年はマジで痩せてスタメン取ります。おーマジでやる。痩せてか。相当悔しいんだよね。ガチ。あ、そうだね。マジで悔しい。そうよね。それだけ本気ってことですよね。あ、そうだね。そう、熱量が伝わったわ。逆に言えばそこは俺も本気だからね。まあそうだね。あの、情でリボンをスタメンとかできないんで、うん、あ、そうだね。一番上手いやつが出るって気持ち。そう、実力社会だからこそだよね。そうですね。まあ僕二つあるんですけど、まず一つ目は農業を守りたいっていう。とりあえずね、
最低限のことだけど、さ、当たり前のことなんだけど、当たり前のことが今年は何度もね、できてなくてもちろん正義にも怒られましたし、ご指導されましたしね、もちろん納期もそうだし、あと、いつも正義言われてる、あと動画のクオリティのレベルアップ、あとは、そう、助けも言った通り、俺もちょっと他の仕事をやりたい、もちろん俺自身がもっとレベルアップして、正義から仕事をもらえるように、そういうのやっぱやっていきたいなと思っています。はい、で、2つ目、これはもう本当、大胆にいきます。1年間で20キロ減。名言、20キロ絶対痩せます、1年間で。10月までに85キロまで絶対持ってきます。はい、お1年間通して4番を、ちょっと座を譲らず、打っていきたいと思ってます。はい、おはい、なんでも絶対20キロ減やります。痩せたらイケメンってよく言われるんで、そこもちょっと含めて、たつきに負けないようにね。本当に頑張っていきたい。俺らの年ぐらいになると本当に健康的にも痩せたそうなんだよね。ちょっと太りすぎて周りからめちゃくちゃ言われるんで、それに頑張っていきたいと思います。はい、なるほど、いいね、いいね、明確の声、いいね、いいね。僕はその編集が大好きですから、はい、やっぱりね、編集をもっと極めていきたいっていうのはもう大前提であるんですけど、で、去年の目標がやっぱりね、このホラー以外のバラエティ系でもエステすごいぞみたいな、これ見せつけたいぞみたいな感じで、去年はまあその大食い企画だったりとか、縛り企画だったりとか、そういうのでも結構編集力入れてきたつもりなんだけど、やっぱ今年はもっとなんかそのもっとね、なんかテクニカルなことがしたくて、なんかマジで海外映画で見る CG みたいなやつをもう自分の手で作りたいっていうのがまずありますね。普通の人じゃもう絶対作れんやみたいな、そういう映像とか作れるぞっていうのをちょっとみんなにこう公開していきたいと思います。おー、素晴らしい、やばい。時間がうまく作れなくて、この ST の編集はもちろん真剣にやらなきゃいけないから、それでどうしてもそのこのアフターエフェクトだったりとかそういうのにうまく時間作れなかったから、もうそれで時間作るためにもこの ST の動画でもこううまく時間を使えるようになりたいですね。はい、それ結構ある、うん、3つぐらいあって1個はなんか自分と違う 真逆みたいなタイプの人の気持ちをもうちょっと理解した方がいいのかなっていう。外部と仕事いろいろしてみて、なんか意外と自分と全く真逆の人ってなんか自分が今まで成功してきたようなやり方で成功しないっていうか、なんかうまくいかないなって感じることが後半めっちゃあったんで、で、まあそこに頭悩ませてたんで、まあだったらちょっとさっさとそいつらの心理を理解した方がいいかなっていうので、まあそういう勉強をしたいかなっていうのは1個あります。はい、2個目は、まあ、去年多分ねなんかグループとして大きくしたいみたいな、そういうこと言ったと思うんですけど、まあなんか踏み出しはしたんですよね、何か作るとか何か増やすとか、そういうのはできたんですけど、思ってた以上に大きくならなかったっていうのがあるんで、まあ、自分が予想していた数よりはちっちゃかったかなっていう、ところで今年はもう完全に全て理想以上いくようにST 自体もそして仲間たちも増やしていきたいなと思います。はい、でそれに加えて大きいこともやりたいと思います。はい、で3つ目は個人的にちょっとなんか動画で言えないようなことがあるんで、達成したとしたらちゃんとそれなんだろうね、言えるタイミングの時に言えたいと思います。おお、なんだろう、間違いなく、まあ、それ達成してる時にはもう ST のみんなやばいことになってるんで、おお、なんだえ、なんでなんでなんでこれマネージャーの話はしてる。違う、メンバーらしい。ありがとう。違う、メンバーですよ、一応私。僕は2021年には結構かけてるんで、うん、もうそこは、なんだろう、ごたごた言わずにもう結果で見せると思います。おー、すごっって感じですね。はい、いいじゃないですか。いや、素晴らしい。なんかこういう話してると希望に満ち溢れてくる。なんかマジでいいね、なんか前向きになるよね。頑張ろうって思うよね。本当メインでやりたかったわ。本当それは。いやね、確かにね。いろんな人に聞いてほしかったわ。やりますって温度感とさ、やれたらいいなの温度感の人がいて、僕らはね、全員はせめて乗るまで理想を叶えていきましょう。はいはい。2021年の目標に向かって頑張っていきましょう。よっしゃ。皆さんも2021年の目標を立ててちゃんと達成できるように行動してください。はい、はい、ということで今年もよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。